もこうと申します。昨日ウィキペディアにババリタカっていう項目が載ってましたみたいな動画をアップしたんですけれども、今日ちょっと確認したところ削除されておりました。はい、記事が、まあ、昨日こんな感じで、ガーッとなんか細かく書いてもらってなんか載ってたんですけど、ちょっと現段階のババリタカという記事の、最新の情報を見てみます。こういうふうになってます。はい、このページは最近過去24時間以内に削除されました。参考のためこのページの削除、保護、移動の記録を以下に表示します。19日月曜日15時40分これ昨日の昼やんけ。ロス688がページにバイトが削除しました。嵐もしくはいたずら目的のページ。いたずら目的のページ扱いされてしまっていたようです。はい。ウィキペディアに現在この項目がありません。結構このページ自体、割と自分が動画で取り上げる前からあったらしいので、で、昨日取り上げた途端に削除ってことは、まあおそらくなんですけど、ちょっとあんまり言いたくないんですけど、多分動画見た人が、ちょっとふざけて、ウィキペディアの記事をなんかぐちゃぐちゃって更新して適当なこと書いて、それでまた嵐認定されて消されたんじゃないかっていう風に推測いたします。はい、非常に残念です。ウィキペディアのちょっと調べたんですよ、基準を。人物が、記載されるべきかされないべきかって、その一つの基準を調べたところ、ウィキペディア上では特筆性と呼んでるらしくて、ちょっと待ってくださいね、ウィキペディア。これですね、ウィキペディア、特筆性括弧人物。ウィキペディアにおける特筆性とは、記事のテーマが、百科事典に収めるのにふさわしいとする修復基準のこと。記事のテーマは特筆に値するかに注目しなければなりませんと。注目に値しなければなりません。まあ、要は、その人物本当にウィキペディアに書く必須ぐらいの、まあ、著名な人間なのかどうなのかっていうことだと思うんですけど、簡単に言ったら、基本的な基準、まあここにいろいろ書いてるんで、ちょっとね、細かく知りたい人はちょっとぜひ自分で読んでほしいんですけど、付加的な基準、非常によく知られている賞を受賞している、特定の分野で永続的に歴史に残る記録の一つとして公認されている貢献を行った人物。まあこういう結構やっぱ細かい基準があるらしい。で、政治家だったり、外交官、司法官、スポーツ選手、芸能人、創造的な専門家、学者、教授、アダルト俳優、特質性が明らかでない場合は基準を満たさないと。まあ、いろいろ書いてますね。まあ、つまり、まあ、ポットでの、ね、いくら、ね、9年間活動しているとはいえ、結局その何もね、自分で生み出していない、クリエイティブでない、たかがゲームに反応してるだけのね、ゲーム実況者もどきはウィキペディアに記されるに値しない人物だったということだったりないです。ちょっとこれお父さんに報告しなあかんわ。